お疲れ様です。脅迫してる。自分で鍵開けれない。家庭を持ってる人の変わり方じゃない。でも本当にその頃からもう大嫌いね。もう殺す。それぐらいのレベルだと思う、多分。よし、行こうか。急にそこから始まってどこにってなるか、ね、行こうよかー、皆さん、みんなどこにってなってるところ。お疲れ様です、準備してたの。すごい、お疲れ様です。ガブちゃん、はい、今日は緊張すんな。そうそう、先日、まあ、動画で見た人見てないでおると思うんですけど、あの、まあ、ケンタロウが、はい、まあ、お前もだよね、ちょうど。そう、僕も一緒に3人で行ったんだよね、俺としかも。なんか、まあ、飯食って、飲みに行こうかってなって、まあ、やっぱ遅いでやめようかとか、ごちゃごちゃやっとったら、ケンタロウが、まあ、行きたいと。まあ、じゃあ、絶対に次の日寝坊とかブッチすんなよ、みたいな。でブッチしたらもう給料なしだぞ、みたいな。軽くぶちじゃねえ。しかも岡部さん起こしに行ってくれたのにでしょ。朝起きて僕家の中まで行って、うん、もう無理やり立たしたんです。おいもう仕事だぞっつって、うんうん、これやったけど、いや俺もう無理。ディラ舐めとるじゃんあいつ。今もう完全に給料なしだよ。なしです。でも今日は、まあ、本当に奥さんの出方によるわ。オラで出てきたらどうする。あ、オラで出てきたらもうハロワー。そっちもしゃないやろお前っつって。いや家庭ホームがちょっと修羅場になるんちゃう、ね、もうお前は山田選手ね、もちろん。どうでもって。こんなシーンになると思ってないからな。ちょっと奥さん見たら怒られるかな。キックめちゃめちゃ強いらしいだよ。マジ、ローキックめちゃめちゃ強い。マジマルタブルらしい。負けるんじゃん。負ける負ける。息子も強いですからね。あマジ、息子も格闘技やってるんで。マジで、そうなの。ケンタロウさんが口癖のように、なんかもう俺そろそろ勝てねえかもしれない。マジで、だってちっちゃいだろ。7歳とかっす。勝てねえだろお前。でもめちゃくちゃ強いらしいですよ。へぇ、一家揃って強いんで気をつけた方がいい。やばいね、ちょっと助けろよお前。俺逆にまたアルフィン事件みたいな。僕が30位じゃなくて3人。サムネ変わるかもしれない。まあ、とりあえず行ってみようか。行こうか。まあ、もうそうなるな。とりあえず晩飯も食わせろよって言ってるんで。どうなってるか。晩飯用意しようとは、まあ今日優勝かな。はい。緊張する。緊張する。しかも朝だから。僕はインターホンないからバン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 ってやってます。めちゃくちゃ気まずいドキドキして。あ、お疲れ様です。え、お疲れ様です。撮っていいですか。もういい、奥さん行っちゃう。すごいめっちゃいい匂いする。わあ。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。もう、普段やんないことやった。走ってこいって、お前。ずっとお前会社の裏回っとったの。こんばんは。いいんですか、家映して、普通に。こんばんは。あ、そう、僕はどこに住んでたの。緊張しよう。こいつがマジで来たじゃないですか。いや、僕いつも毎回飲みに行っとるの、僕らって、とか言ってる。いやー、やばいよ、お前。はい。いつもあいつ金ないって飲みに行って金持ってこいって言うの。最近は金持ってこいはないですけど、うん、自分のことが終わっちゃうと、うん、頑張ってみたいな。もうどんなにお小遣いあるの。月1億5万。そんなに受け取るの。5万なんですか。うん、3万って言ってましたよ。その3万から5万に増えて、で一括で渡してあと自分で管理してもらうんだ。一括で渡してそういうシステム。一括で管理できんだろ。給料日で1日1000円でもしょうがんじゃない。最初は1日だから管理できなかったんで、最初1日1000円で渡してたら、うん、足りない日もあるから、うん、自分でやりたいって言ったら、まあ、とりあえずそんなそんな優しいな。5万円でも全然足りないですよ。結局最初の5万でいっぱい持ってるから飲み行きたくなっちゃって、うん、最初の給料もう最初の週ぐらいでも半分以上もらう。そっからさらに足りなくなると貸していかなかったんで。で貸した金は返すの。貸したお金は次の給料日の時に5万から引くんだ。そうですね、引いて。じゃあ毎回5万円もらったことないんだ。本当に最初ぐらいで。そうどうするパパ。
どうする？パパ怒らなかったけどいい？こんな会事情を説明しました座る位置の真ん中ですからね。ごめんね、パパの社長だから怒んなきゃいけないんだ。ここに聞いてる？何やったか聞いてる？聞いてるね。それも自分から行きたいって言ったのを知らんくて、うまいうまいなどうしような給料、まあ俺渡すつもりなかったけど、こいつ今月小遣いなしだよ絶対動画見たでしょ1日1000円でしょ行って、でもまあ借り取る分もあるから返さないのか、いくら借金あるの？半分ぐらい持ってたね。今月は小遣いかな、そんなんだお前は今月なしだって言っとったのか、だったらもう給料もう返して奥さん俺と約束守れんのな、返して。お前は多いな、でも全然足りてないですよ、本人は。独身税と同じように使ってくるって。いや、まあ隣にちょっと悪い独身もう飲みに行くの確かに誘い好きなんじゃないの。いや、僕最近そんな誘わない、ちょっとなんかちょっと気が出したんで、僕もネブッチの事件からは全然飲みてない、うん、あ、そう、まあ、お金ないもん。いでも誘わんくなったんちゃうよこいつダメだみたいになってめっちゃ寒いの。寒いよね、さすがに汗起きないのが寒いよね、ちょっとでこいつも欲しいんじゃんちゃう、おったのさっき入れました。私じゃ結局、うん、全然動きがないし動かないんで、うんうん、でもう本当に布団剥がして、うん、来てくださいって引っ張ったけど、うん、手怖いっすね、やばいそっからもう飲みにでも我慢しとんの。まあでも今日我慢していけない最悪あの人は本当に給料返してもらうとかかなるね。お前結局、うん、お小遣いなしって言っても欲しい時に買ってとか、うんうん、今月はもうじゃあのまとめて渡したからよ、はい、それ俺と約束できる、はい、そこありなが日払いのやつだけもらってみたいな。脅迫してくる、脅迫してくる、怖いいんだな、俺に渡さない いんだなみたいな。あと知らんぞみたいな。また家出するぞ。困ってまま多くない？結局外にいる時間が長いんで、うん、特に夏場の飲み物とか。あ、お茶とか作ってるでしょ。もう11点ぐらいですか？ピザ色。もうダメなの。でコーヒー好きなんで絶対コーヒー買う。でもいいだろ別に水筒で。全然ちっちゃいやつ水筒やるわ。昨年は多分お金ないとそうやってやるんですけど、うん、それ以外嫌なんだ。あと看護員のみたいな、そうそう贅沢だお前ボスボスすごいボスやでケンタロウさん自体の食費は安いんじゃないですか。結構弁当とか見てると、あ、お弁当はありがたいことに自分で作ってってくれるんで。え、弁当自分で作るんです。あ、そうすごいね。旦那さんの方が料理上手なんで。あ、マジで、お料理得意やん。さっきあの中に俺ずっと聞いてた、嘘だって思ってたんですよ。マジなんで料理人やった。料理人ってことじゃないですよ。あ、そこで言った。ラウンジのラウンジとか居酒屋やってました。あ、そういう仕事しちゃったんだ。そうだから本当に飲みに行って粗相、うん、しない限りはすごい旦那さんなんですけど、ここ最近早く7時とか7時半とかに帰ってきて、うん、家のことやってくれたりとか、うんうん、ご飯も作ってくれたりとか。自分で作る。あんま黙ってよ。あのね、何も思ってないよ。本当に子供と一緒で家事とかやって、うん、その分お小遣いもらっていく。次の日のジュースとかタバコとか。それ別でお小遣いもらう。頑張ってやる。可愛いな、なんかなんか可愛い。本当。パパいいパパ。あれちょっとうなずいてもくれない？優しいね。そう。ちょっと緊張する？動画になったら、その日連れてって、俺の先輩なんだよ。ずーっと変わんのだよ、一日中。飲みに行っても。岡部、自分の自慢するやつとかマジいないよな。ずーっと行くんだよ、それ。でも家で飲むの？家でも、2本くらいは。毎日？ほぼ毎日です。それは何、あの食費に入ってるの？それは食費っていうかビール代として避けてるんで。うん、あ、そう。何回かもうやめるって言って、うん、もう買ってこんでよって言って、うん、本当に買ってこなかったら
何もめっちゃ飲んでまあでも家飲んだらそんな変なひどくはならんか。そうですね、そんなにベロベロには、うん、外行くと気持ちも大きくなっちゃう。そうだよね、結構満開なんだろこれ。変わりますそれ変な変わり方するだろ今家庭の中で言うのもあれですけど、うん、家庭を持ってる人の変わり方じゃないしかも最低だからさ、夜中に奥さんとか普通に電話すんだよ。そう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 。あ、でもみおちゃんが、うん、あの付き合ってくれたおかげで、うん、ほぼショーと遊びに行ったショー大嫌いだったよね。ショー大嫌い。ちょっと一回連れてきていい？嫌です。じゃあ、そうすると給料返しまよ、俺。なんでそんなにショー嫌いなの？もうライバルですね。何ライバル？昔何があったの？こっち地元じゃないん で、うん、で誰も知らないし、うん、赤ちゃんだし喋、うん、る人いないから早く帰ってきてほしいのに、うん、仕事終わってから一向に帰ってこなくて、うんうん、大概ショートいるんで、うん、でも本当にその頃からもう大嫌いで相当ひどかったんじゃない？本当にもう毎日ひどいと思う。1週間まるっと帰ってきたくらい、うん、なかったんで、うん、それは最悪。ミオも嫌だ。こっちに友達がおってとかならまだしも、うん、そういうのもなく一緒に連れてきといて、うん、他県にね、うん、自分は好きな時に遊びに帰ってきますみたいな。1週間帰ってこないの？しかも最悪。もそんなんもうだけど相手はお前の彼氏だよ相手はお前の彼氏だよ。だから本当にちょっと落ち着いてきてくれてよかったと思ってる。これいいな、もうガチ対決ですね。じゃあ一番育児大変だった時、うんうん、結局取られてたみたいな感覚なんで、うん、育児の共有したくても帰ってこないし、ね、もし女として、うん、例えば翔がお前と付き合っとんのに、うん、でカンタと仕事も一緒と、終わってからもうずっとカンタ、ずっと許さないよたまに行くならまだしも、うん、1週間毎日しかも連絡もしてこず、うん、家帰ってきませんとか、うん、もう殺すそれぐらいのレベルだと思う多分。本当は早く結婚してほしいです。早く結婚、もうまた誘われるとかあるんだよ。いやまだじゃあその気持ちはまだ許してないんだ。今はねほとんど行かないからいいんですけど、うん、ほぼ、うん、ショート飲みに行くと大体悪酔いして帰ってくる率が高いんで。ちょっと悪酔いじゃないからんの？起こして起こしてどころじゃなくて自分で鍵開けれないでだからこの前だからそれで電話したのって奥さんに。それからね家に上がれないと思う。上に知らない。電話では来るんですけど、うん、開けてっていう鬼伝 で電話出ないとそのガンガンガンって真夜中に本当に鍵開けへんの？どうなって酔っ払って開けてないです。荷物を何も持たずに帰ってきて、やばいですね。なくした後の探すのを全部やらされるから、あ最悪。だから飲みに行った日はドバに拘束してもらうのが一番確実。そうだよね。こう家に一回帰ってくると、うん、本当にそれこそ起きないとか動かないになる。ああそうか。はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、源太郎家の家庭訪問、はい、無事終わりましたね。あでも幸せな家族だね。やっぱり優しいもんね。ちょっと好きなんか。いやでもこの前ミオの前では言ってたから大丈夫。めちゃめちゃ嘘を言ってた。なんかそのなんか嫉妬かなんかの話してるときに奥さん大好きアピールすごかったから。はい。あそれよりもあれだな。ケンタロウとじゃなくてショウと奥さん。なんかそれ見るのなんかちょっと嫌なんだけど。マジ面白いと思うよ。緊張するわ見るの。せーの。チャンネル登録いいね。よろしくお願いします。かわいい。せーの、まだ見てねー。